はい失礼いたしました。えっとコーディネート紹介これ丸4でしたね。あのすごく私一生懸命話すとすごく時間が経ってしまうので気長にお付き合いください。丸4ですで。私のコーディネートの途中まで紹介しておりました。えっとこちらのタイツのシルクタイツの紹介、ブーツの紹介まで終わりました。えっと中に着てるニットが濃紺なのでこのシルクタイツも紺に合わせました。でもこれ本当はあの このベージュの線が入ってますよねベルトもベージュだしなので本当はモカ色とかあの茶系とかであのタイツとかあの中も合わせると統一感が出て柔らかくて女性らしくてもっと素敵かなっていうふうにも思うんですけれどもあのちょっと今回はねあの、まあ、自分の持ち物の,あの種類もありますしあの 今回はあのまあピンクとネイビーも合いますしあの茶系とネイビーも合うので、ね、ちょっとまた個性が出る感じになっちゃったかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとこうパキッとしたネイビーをあえてまあ取り入れてあの少しあの遊び心といいましょうかキュートさを 出すのもいいんじゃないかなと思って。こんな感じにしてみました。でも、あの茶色いタイツとか、あの中もこうちょっと茶色とか。まあ、本当は普通にこれあの切るのがいいと思うんですけどもね。お肌チクチクしなければ普通に着て、あのタイツをモカとか茶系とかにすると、あのすごい。またグッと上品になるかなっていう風うには思います。でも今日はもうこんな感じで。 ちょっと個性を出した感じの、えー、合わせ方にしてみました。で、えっと、はい。で、この上から、これ、アプワイザーリッスですね。このコートもね、母が私にドンピシャ似合うって言って、あのこれ買いなよって、<laughs> これ買った方がいいよって言って、あの言ってくれたコートですね。これ、チューリップ・プリンセスにすごく形も色も似合ってるから、これ買った方がいいよって言って、買った。 あのコートですそれをね今もあの全然あのまたあの体型もちょっとすっきりしたのであの全然あのいい感じに着れましたなのでこうアプワイザーリステなのでね若い感じのブランドだとは思うんですけどもあのこれ結構大人っぽいピンク色だしあの私やっぱりこれ形が自分に合ってるかなっていうふうに思ってやっぱ母の見立てはすごいなって思うんですけれども。 母はだからもうブランドがどうとかなんだとかっていうか私のやっぱり体の体型に似合ってるかっていうことをすごい重視するので、あのー、すごい今でもあのいい感じに着れて私は気に入ってるのであの今日もあの1年ぶりかな来たんですけれどもあのいいなって思ってこの中に着てる、あのー、あれですねブルーレーベルも本当に何年かぶりに来たんですけれども こちらとこの上からまた羽織ってみましたら、私的にすごくいいんじゃないかなと思いました。お色味も合ってるし、こうちょっとあのワントーンコーデのようになって素敵かなって思って、中から少しあの上品めなチェックと、このベルトがあの前開きできるとなんですけれども、覗く感じもいいなと思いました。はい。 こんな感じですねなので個人的にはちょっと皆さんがどう思うかわからないけれども個人的にはキュートさとエレガントさがあって私らしくて気に入っていますはいでえっとそうこれであの王子のこちらを見て私がこのこちらとこちらを組んだっていう形ですね急遽こういう感じにしてでそして合わせた感じがこれですねはい。 ださっき自分が撮ったのが流れてきちゃいましたねあこっちでしたねごめんなさいさっきあの1番目の撮った動画が流れてしまいましたごめんなさいえっ、ー、とこちらのお写真ですねこ,これが合わせたお写真ですこんな感じになってえっ、ー、と二人上品めなチェック淡いチェックで合わせたコーディネートこれもやっぱり大人キュートな感じでこれはこれで可愛いかなって思って えー、今日のコーディネートもあの私的には気に入っているんですけれども <laughs> いかがでしょうかでは今日も2人のカップルコーデありがとうございました。また次回出演なるか分かんないけど楽しみにしていてください。それではまた。